今日はね、兄ちゃんがね、お客さんがね、スローブ持ってきてくれました。これでね、高く上げれるのでね、まあ、リフトね、はみ出てるんですが、今回はこれでね、楽にできると思います。リフトを聞いたら、あかんかった。あかんかった。ちょっと今日見るわ。これで今上げてな。ああ、まだ上げしろはあるけど、ただゴリさんが危ないからな。上げしろ。ジャパンなんか解体して、なんかリフト上げっぱなしやねん。そうやね、だからずっとあれ上げっぱなしやからな。うん。あかんやろなとか思いながら。うん、あかん。折ったやつが逃亡したやら。あ、そうなん。そうそうそう。あれで、あそこから中途半端ちゃうかな。あ、ちゃうんかな、なんかあれしてんのかな。なんか曖昧のまんまやろ。そうやろ。ちょっとね、カバー外したとかいきます。今回ね、これにね変えますがね、取れるか取られへんかね、今からね、やります。こいつね、ちょっとね、緩むかね、やってみます。三脚をね、忘れて。よいしょ、ちょっとね、緩めてみます。緩みました。よいしょ、熱っ。よいしょ、こんな感じ。以前ね、万力でね、外しました。今日はね、こいつつけてね、オイルね、抜きます。熱っ。オイルもね、抜いていきます。よし、ドレンね、14です。両手で行くので、受けたところから行きます。とりあえずね、これでね、30分ぐらいね、抜いていきます。パッキンね、離します。ちょっと抜けてきたのでね、エレメントね、外します。そういえばゴリさんがプリウス売りに来た。そうなんで、金融やから名義も変えられへんから、部品取りにしかなれんやろ。そうやね。とりあえずね、エレメント外します。よし、兄ちゃん動画にいっぱい声出るで。ああ、出てんやん。ええよ、カットするわ。よいしょ、おかしい。よいしょ、ちょっとね、エレメントね、パッキンね、変えていきます。もちろんおっさん、ほんまにアホやで。ほんまにちょっと異常やもん。勝負を取って、うん、同じ条件で勝負するやん、うんうん、ちゃうねん。そのなんていうか、嫌がらせをしてうまいこといけへんに刺す勝負みたいな。意味が悪いよ、分かれ。なんか今ほら、人のことを言うて、なんかこう会社でも言うてこう潰すようなやつおるやん、うんうん、あんな元祖みたいなもんね、うんうん、とりあえずね、エレメントね、今日は盆休みでね、仕事してる感じです。雑談兼ねていこうか。俺のこと子供じゃない言うてるぐらいから。え、俺も親じゃないと思ったらだし、仕方ない。とりあえずね、オーリングつけて。だからだいたい今のあのネットで歌ってるやつも、うん、卑怯やん。こう身分を出してるやつに対して身分をこうな、
出さんとこう隠れて文句言うやんか、うんうん、まああのもう陰険やな。もうそれと一緒、卑怯卑怯です。これ交換です。もう厚さでこれ浮いてくんやろな、これキュッと入んねんけどな。ほら、いや暑いからやろ、自転車もパンコしまくるもん。ほんま、うん、虫がもう、あーもうあかんやろな、そら暑すぎて虫があかんなって。前も後ろもそんなんやった。ちょっとこれ冷えてから入れようか。よいしょ。もううちのおっさんはあれあかんわ。それ動画回してんねやろ。動画回してるやばい。もうほんまにあのなんかアンチのやつとかほらこう人と付き合いができへんとか、うん、あのまあ不器用いうか、まあ、何も要せへん、口ばっかりで要せへんやつおりや、うん、あんなやつが大体そんなんやか。アンチってあら探しばっかりする人のことやろ。ちょあの報道陣もそうやんかほら、うん、もうあんなアンチやんかこう、うんうん、人のこと探しまくってこう、うん、もう親戚からも学校からもな友人までこう俺は見つけたぞみたいな。お前全然関係ないやんけで、うん、お前に関係ない話すんなみたいな、そんな感じやんか、うん、それと全く一緒やんか、うん、なんや言うぞとかこうやとかああやとか、うん、意味わかる、まあ、うちの父親はそんな感じもうアンチの元祖みたいかな。つい動画回ってんねやろ。回ってるもうアンチ野郎がもう来たら嬉しいもん。またなあのアンチのおもろいのが、うん、うちのおっさんがわわ言い出すやんか、うん、まあ、ちょっと最近 おとなしいなと思ってわわ言い出したなと思うやんか、うんうん、絶対アンチ来てる、うん、だからその連鎖暑いとか寒いとかほら、うん、こう湿度がとかあるやんか、うん、そ地球上のまあ昔で言ったらこう狼男と一緒で満月とかあるやんか、うんうんうん、いけたな。そういう時のその時期があると思う。美味しいものの旬があるように。そう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 。だからこうなんかこうパワーがこう出てくるそのあれがあると思うよ。だからこうもう時期的にピタッと合うから。だからうちのおっさんがこう朝バーッと言い出すとするやん。うん、事務所行くやんか。で、YouTube 開けたら、お、来てるわ、アンチみたいな、そんな感じ。もうドンピシャで。あ、今日も暴れたな、2日連続やな、誰もまた2日連続で。なんかやっぱりなんかあんねんやね。まあ、地球上の多分エネルギーのこの、なんかパワーが出てくるときが。あの、狼男とかほら、孫悟あの、ドラゴンボールとかも一緒やん。あれ満月でするやんか。満月はなんか地球上のエネルギーがこう、一番、こうなんか出てくるとき、だからその悪いやつがこう悪くなったりとか、うん、そういうなんかエネルギーがこう出てくるらしい。まあ、そんな感じで、あアンチですね。じゃあね、取り付けます。とりあえずね、綺麗に拭いてね、エレメントね、つけていきます。トルクで締める手前ぐらいからいきます。エレメントね、電池ね、64で。これも25ニュートンでそれ以上締めないように。でこの蓋はね20で締めときます。ドレンね締めていきます。ほんま寝たよいしょ。40でね締めます。寝た転ばんでええ時に転びよるからな。よいしょ。下ろしてね、オイル入れていきます。オイルね、ちょっと入れたところからいきます。多分ね、5.3 から5.5 ぐらいの間です。とりあえずね、30分ぐらいエンジンかけます。オイル漏れね、見ていきます。オイル漏れね、なしです。カバーつけてね、ちょっとオイルの量ね、調整のところからいきます。で、この後ね、
まあ、会話もちょっとね弾んでたんですがね、動画をね撮り忘れました。でオイルの量はね 5.4 入りました。まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっとねエレメントの時にねちょっと雑談あったので、ね、動画にしました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。